こんばんは。こんばんは。よいしょ。よいしょ。お久しぶりでーす。元気でしたか？そう、そういえば前髪の量を少し増やしたんですけど また扱いが難しくなってしまいましたよし、いいかな、よしや久しぶりの配信、なんか前回の配信の予定を設定できるんですけど、その前回配信を予定した日付確認したら7月だったのでちょっと久しぶりです。コメント見えてますよ。ちょっとおんまよって言われちゃったそうなんですよ。ちょっとなんか本当に切ったの、前髪を切ったのがいつだったっけ、でも前髪を厚くしてから、厚くした時に切ったぶりなんですけど、もう本当1週間ちょっととか1週間2週間前くらいまで前髪を切って立つんですけど、前髪が伸びなくて、もうずっとなんか事務所でメンバーっていうか同期の子に会うたびに前髪切ったって聞かれるくらい前髪が伸びないんです前髪が伸びないんですよ。なので前髪を巻いたりができなくて、今もう前髪をピシッてストレートで固めてます。前髪が伸びないんです後ろ髪はすごく伸びるんですけど前髪が伸びないんです前髪だけがね伸びないんですよねっていうお話でした前回配信した時は多分何の話したっけ、夏のコンサートと葵さんの卒業コンサートのお話をした気がするので、その後の時系列に沿ってお話できたらいいなと思って配信を始めました最近はなんだろう、リハーサルがたくさんあって、TIFFのリハーサルだったりサマステだったり、あとは昇格して初めてのここにだって天使はいる公演がシンポジだったので、その練習もあって、なかなかこうやって皆さんとお話しできるタイミングを逃しちゃってたんですけど、一旦リハーサルも落ち着いて覚えることも一旦落ち着いたのでお話ししていって話したいと思います。そう、昇格して初めての髪型は編み込みツインテールにしました。ちょっとこれちょっと違うけど、ここに編み込んでいただいて毛先を巻いていただいたんですけど、もうなんかすごい顔に汗をかいちゃうタイプなのですぐ巻きが取れちゃって普通のね編み込みサイドみたいになっちゃったんですけど、でもその巻いてもらった直後、ヘアセットしていただいた直後がもうすっごい髪の毛が可愛くて嬉しかったです。もうずっと感動してました。なんか私本当はポニーテールにしようと思ってたんですけど、
何度も狙いの帽子かぶるから髪の毛が見えなくなっちゃうよって教えて もらって、確かにと思って、初めてする髪型なのに見えなくなっちゃったらちょっとあれだなと思ったので、なんか見える系にしようと思って、そう、それでメイクさんに相談して、したらなんか編み込みとかいいんじゃないって言われて、編み込みにしていただきました。そう、近くにいらっしゃったエミリーさんがなんかおろしでここクロリンパする髪型どうって言ってくださったんですけど、そう、今までずっと髪を下ろしてきたので、ちょっと一発目は結びたいなって気持ちが大きかったので、なので次またこれからたくさんヘアアレンジするできる回数が増えていくと思うので、ちょっと先輩方からいただいた案にチャレンジしたいなって思いました。あとはファンの皆さんが提案してくださった髪型にも挑戦したいです。楽しみ。この前のティフはポニーテールにしたんですよ。一回赤レンガで行われたイベントで一回だけファッションショーだったのでポニーテールにしたことあるんですけど、昇格してからは初めてだったので嬉しかったです。もうめっちゃとってもとんでもないから嬉しかったです。ね、どんな髪型が見たいですか？結構皆さんの意見を参考にしてるので、なんかこれいいんじゃないっていうのがあったら教えてください。ねえ、ちょっと待って、カメラに近づいたら、あ、前髪、あ、ちょっと適度な距離感を保とう。バレちゃう前髪。こうしたら大丈夫だけど、こうしたらもうはーってなっちゃう。リンゴヘアとか、かわいい。絶対リンゴヘアしてみたいです。どうなんだこういうやつ。でもリンゴヘアすごい花さんが似合ってる印象が強いですね。クラゲヘア、そう、結構前の公演でミルンさんと MC で、ミルンさんがその日クラゲの髪型をやってらして、でなんかみんなも昇格したらこの髪型やりたいよねみたいななって、やりたいですって言ったので、ちょっといつかやりたいんですけど。そう、クラゲヘアもやりたいです。でもそう、私はもうすぐ、ありがたいことに8月16日に生誕祭を開催させていただくことが決まったので、その日はどんな髪型をしようってずっと迷ってます。最近どうしましょうかね。どうしようと思って、ちょっと最近の宝物を紹介します。見えるかな。ちょっと私が近づいたら前髪短いのバレちゃうんで。これは君はもっとできるの、店舗限定っていうか特典でついてくる生写真なんですけど、ななかちゃんと2人の6期生コンビの写真をななかちゃんがゲットしてくれてプレゼントしてくれたんです。これを嬉しいので、ずっと飾ってます、今自分の部屋に。なので持ってきました。嬉しい、袋に入れてます。ね、そう、もうすぐ明後日はサマステです。いよいよサマステなんです。初めてチーム K4 として初めて
出演させていただくイベントなので、すごいドキドキしてます。ドキドキしてるし、初めてパフォーマンスする楽曲も多くって、そうなんですよ。なのでとっても楽しみです。花さんとグッチッチと一緒に3人でユニットをするんですけど、キャーっていう感じです。1曲目もキャーっていう感じで、もう全部わーって感じのセトリです。下手か上手か、ヒントどっちだろう。でも本当にまんべんなくいきます。同じくらいいきます。結構この前の TIFF は下手にしか行ってなくて、私気づいたらずっともうどっちに行くんだろうって考える余裕がなかったので、ちょっと皆さんに言えなくて本当にごめんなさいなんですけど、そう、TIFFの時はずっと下手にいました。一回も上手に行かなかったで、下手の時。楽しみだな、TIFF。 TIFF じゃない、サマステ、もうこっちなんちゃった。サマステが楽しみです。そう、ちょっと前回サマステのリハーサルが2回あったんですけど、1回目の時がもう余裕がなさすぎて、もう立ち位置覚えるので振り覚えるので精一杯で、全然楽しめる余裕がなかったんですけど、今日のリハーサルは昨日練習の成果が出たのか分かんないんですけど、すごい楽しめて嬉しかったです。なんかリハーサルの動画とかをこうやって 見返すと、前回のリハーサルの時本当に一回も笑ってなくて、もうずっと目が泳いでたんですよ。そう、でももう今日はなんか自然と笑顔になれてました。楽しかったです。なんか KO さんのと一緒にこうやってリハーサル中で、なんか雰囲気がとっても好きだなって思いました。本当に一人一人皆さんとっても優しいので、優しいし温かい雰囲気だし、すごいなんか話しかけやすくて、分からないとことかも聞けやすくて、そう、かつ面白いし笑いが絶えなくて面白いし楽しかったです。配信始まる前までずっと口ずさんじゃってたので、セトリをちょっと気をつけないとやばいです。気をつけます。ということで、じゃあちょっと今までのイベントの話をしていこうかなって思うので、どの話からしましょう。ジェイガの話からしようかな。うん、ジェイガの話をした気がする。あれ、どの期間までお話、水泳から、すいません、ちょっと時間が経って、ジャイガ、大阪ジャイガのフェスがあって、ここ展があって、世界水泳があって、リンカの生誕祭があって、ニコ生の夏祭りがあって、あとはココテンがあって、ティフがあって、でもうすぐさまして、どの話からしよう。チャイガの話、前回ショールームしたのが前回ショールームしたのが、私もどの話からしよう。
全部楽しい思い出だったので、ちょっと厳選しますね。ちょっと少々お待ちを。7月18日だってことは、ジャイガの話からしよう。そう、山中湖はお話ししてコンサートもお話できたので、じゃあジャイガからジャイガのお話から。ジャイガはなんか、私初めてイベントでこうやって HKT48 としてジャイガに出演させて、ジャイガで大阪に出演、大阪に行くことができたんですけど、すごい室内型のフェスだったんですけど、なんかもうそんなの野外とか室内とか関係ないくらい盛り上がりがすごくって、出てきた、私たちが出てきた瞬間とか、おばあちゃんの時からすごい盛り上がってくださってて、すっごい嬉しかったです。しかも会場もとっても広くって、こうやってミュージックのフェス、なんかもう音楽一本でみたいなミュージックのフェスに出させていただく機会があるのがすごい嬉しくって、そう、距離感が近くて、ファンの皆さんとも距離感近くて、なのでうちわとか持ってきてくださってる方もすぐ見つけましたし、手振ってくださってる姿もすぐ見つけました。嬉しかったです。だからコールもより、なんだろう、皆さんが近くにいらっしゃるのでより聞こえてきて、それもすっごい嬉しかったですしね、本当に楽しかったです。ちょっとジャイガジャイガ、あとはあの日はグッチとななかちゃんとも一緒に出演できて、すごい行きの新幹線では、隣がグッチッチで、帰りの新幹線は左がななかちゃんで右がマリアさんだったんですけど、幸せでした。本当に可愛いのが、やっぱ新幹線って乗る時間が長いじゃないですか。だから多分自然とみんな眠っちゃうんですけど、グッチッチはなんかこうやって寝るんですよ。こうやってなんか椅子の肘掛けがあるじゃないですか。肘掛けがあったらそこにこうやって寝てるんです。可愛くて、そう、私はグッチの右側に座ってたんですけど、こうやってこのグッチの手を挟んでこうやって寄りかかってきてくれて、もう可愛かったです。もう幸せでした。私はなんかなぜか眠らなくて、寝たっけ、行きは寝てないかも、帰りはずっと起きてて、なんかイベント終わりってずっと起きちゃうんですね。ずっと起きちゃうことが多くって、だからもうグッチが寝てる姿を隣でずっと見てました。可愛かった、とっても可愛かった。だからで、帰りもななかちゃんもマリアさんも寝てらっしゃったんですけど、なんかみんな共通してこうやって寝てるんですよ。と思って、可愛いと思って、ちょっと私も見習わないといけないなと思って、こうやって寝なきゃ。可愛かった、本当に。帰りの電車は左側でこうやってななかちゃんが寝てて、右側にマリアさんがこうやって寝てて、幸せでした。私もね、ちょっと見習いたいと思います。ね、そう、ジャイガは演出なのかわかんないんですけど、こうやってタオルを回すのがあって、そうで、ファンの皆さんも一緒にタオル振ってくださったり盛り上がってくださったりして、もう嬉しかったです。嬉しかったし、なんか一番すごい嬉しいなって感じるのが、私たちがパフォーマンスしてる間にすごい見に来てくださる方がすごいニコニコってしてくださってるのが
すっごい嬉しくて、それを見てまたもっとなんかパワーをもらえるというか原動力になるじゃないですけど、もう本当にそう言っていいくらい皆さんの笑顔を見るだけですごい元気になりましたありがとうございます。室内で多分きっと暑かったと思うんですけど、もうそんなの関係なしに皆さんが盛り上がってくださってて嬉しかったです。でもメロンジュースの時にこうやってタオル回してました。ちょっと待って、ストーリーを確認しますね。ちょっと待ってください。あなた、ザイガは7月22日にあったからね。あったセットリストと12秒、そういうことフェブラリー、最高かよ、ポニーテールとシュシュ、ハ、突然ドゥーラブミー、大人列車、君はもっとできる、メロンジュースです。9曲でパフォーマンスしていただいたんですけど、12秒はもうあの最初のイントロのジャ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 ンよっていうところからもう一緒にファンの皆さんとよって言えたのが嬉しかったです。もうなんか私本当に最近本当に嬉しかったですと楽しかったですしか言えなくてちょっと悔しいんですけど、でも本当に12秒1曲目からすごい盛り上げてくださって嬉しかったですし、2曲目のそういうことフェブラリーのコールがあの3のがはいって言うんですけど、私それまでココテンのコールを聞いたことがなくって、あの劇場で聞いたことがなくって、そういうことフェブラリーのコールを聞くのも初めてだったんですけど、ジャイガの時が難しい、初めてだったんですけど、サンノーがはいって言ってて、おおってなりました。すごいってなりましたね。春の気配あそこまで聞いてる、してそのままそのギアのまま最高かよって言って、ポニーテールとシュシュはイントロの時からもうなんかなんか多分ポニーテールとポニーテールとシュシュはすごい夏の曲としてもすごい有名な曲でじゃないですか。それで私も昔からすごい大好きな曲だったので披露できるっていうかセットリストにこの曲が入っていてすっごく嬉しくって、もう私本当に振りを覚えたり立ち位置を覚えたりするのがちょっと時間をかけてしまうタイプなんですけど、もうなんかずっとミュージックビデオとかその音楽の番組とかでポニーテールとシュシュたくさん見てきたので本当にすぐ覚えれました。2日ぐらいで覚えれましたそれくらい好きな曲だったので嬉しかったです。テーテルテーポニーテールね、そうなんかコールもすごかったですね。そしてポニセが終わってハーにハを披露しました。これはサイミニーさんセンターでサイミニーさんセンターの曲だったんですけど、すごいなんかかっこいい感じでスタートして、でもかつなんだろう、なんかちょっと大人っぽいじゃないんですけど、そういうオーラも出していく曲だったので、表現とか
なんか結構振りがないっていうか、ここはフリーでちょっと踊りますよみたいな、フリーっていうかっていうとこがあったりしたので、間があるところとかがあったりしたので、なんかその部分をどういう風にこの曲に沿って表現すればいいんだろうって考えるのが難しかったです。でもリハの時からやっぱりサイミニーさんはすごいオーラがあって、すごい曲に合ったなんだ踊り方だったり表現の仕方されてらっしゃって、もうさすがだなって思いました。すごい。そして歯が終わって突然Do Love Meでした。じゃんじゃんじゃん。そう、そしてDo Love Meは初めて、多分初めてくるみさんポジをさせていただいたんですけど、そう嬉しかったです。くるみさんポジ、もう今までモカさんのポジに入っていたんですけど、入らせていただいてて、もうそれもすごい嬉しかったんですけど、くるみさんも嬉しかったし、もう多分どの先輩のポジションに入ってもすごい幸せな気持ちになれるので、新ポジは覚えるのが、新しい振りとか場所とか覚えるのは難しいんですけど、その分、まあ、ちょっと憧れの先輩方のポジションを覚えるんだって考えたらすごい嬉しくて、モチベーションも上がってすごい楽しいです。なのでちょっとこれからいろんな方のポジションをできるように頑張っていきたいなって思いました。そしてドラブが終わって大人列車です。大人列車でした。最初の、私ずっと覚えてるんですけど、最初のイントロのクラップする部分からすごい皆さんこうやってノリノリで一緒に手拍子してくクラップしてくださってて、すごい嬉しかったです。嬉しかったし、なんだろう、なんか大人でしたフェスでやるたびにすごい思うんですけど、なんかすごい盛り上がる曲で、なんか私たちもすっごい楽しいんですけど、なんかファンの皆さん、その客席にいらっしゃる、来てくださってる皆さんがすごい楽しそうに見てくださってるのを見て、すごい嬉しくて楽しくて、すごい大好きな曲でした。なりさ、そして君はもっとできるがあって、これはななちゃんセンターで、ななちゃんがずっと緊張しててでも絶対入りなしの君はもっとできるってどういうところは、きっと多分誰が歌うってなっても緊張しちゃうと思うんですけど、ななちゃんがずっと緊張してて、そうでも本番すっごい上手で、出だしが上手で、なんか私もななちゃんの横っていうか後ろ、真後ろ、ちょっと斜め後ろぐらいのポジションだったんですけど、もうそこでイントロでこうやってもっとできるってななちゃんが歌った瞬間、うまっって言っちゃいましたうますぎて、出なしがとてもうまかったそして最後はタオルを持ってメロンジュースでした。あれは多分最初に言ったと思うんですけど、一緒に盛り上がってくださってすごい嬉しかったです。いや結構ジャイガのこの瀬戸里は MC が多分少なくて、もうぶっ通しでっていう、 この楽曲からこの楽曲まですごいもうずっと休憩なしで歌いますっていうところが多かったので、持つ体力が持つかなってちょっと心配だったんですけど、なんかその心配より楽しいって気持ちが勝って勝っちゃって、もうそんなことも忘れて楽しめました。ありがとうございました楽しかったです。チャイが、そしてチャイガがあって葵さんの卒業公演がありました。公演メンバー
ではなくて追加曲のメンバーとして失業ブロックでね出演させていただけたんですけど、研究生でオンリートゥデイを一緒に披露させていただけたり、進化してねえじゃんとかも披露させていただけたり選んでいただけたり、それもすごい嬉しかったですし、遠くにいてもはもうまともに歌えませんでした。葵さんが、ね、葵さんがなんか葵さんのドレス姿の葵さんを前にして遠くにいても歌っていると、もう歌えないんじゃないかなっていうくらいなんか寂しいなって気持ちになっちゃって、ちょっと涙が出ちゃったんですけど、そのぐらい素敵な曲だし、なんかすごい葵さんと最後に歌う曲が遠くにいてもっていうのがすごいね、ちょっぴり葵さんご卒業されるのが寂しくなったんですけど、でもその分なんか最後の劇場公演に一緒に立てて改めてすごい光栄だなと思いました。そう、オンリートゥデイは葵さんが研究生に向けてメッセージを言ってくださって、でリハの時は葵さんがどんなことを言うのか分かってなかったんですけど、本番で葵さんが研究生っていうか私たちの方を向いてなんか温かい言葉だったり励ましだったり、これからの未来っていうかこれからの未来に向けての励ましのメッセージを言ってくださったりして、もうその言葉がジーンときちゃって、もう実は1曲目の Only Today の葵さんのメッセージを言った後からぐらいからちょっとうるうるきちゃってたんですけど、そう、何も言わずに付き合ってくれたの歌わりだったんですけど、もうそのあたりぐらいからちょっと危なかったです。泣きそうになっちゃって、ね、でもすごいなんか本当にリアルなお姫様プリンセスみたいなだなって思って、ドレスなんか本当にシンデレラみたいな色っていうかシンデレラみたいな雰囲気で、ドレス姿もとっても似合ってて可愛くて、髪長いのもねすごい可愛くて、可愛いってなりました、見とれてましたね。そして葵さんの卒業公演があって、そしてその次ちょっと待ってくださいね、今スケジュールを遡ってます。そしてあれか、ここになって天使はいる公演でした。なんと7月25日にここで出演させていただいたんですけど、前回出演させていただいたのが2月21日の花さんの生誕祭だったので、まさかの5ヶ月ぶりで2回目のここでだったんですけど、そう、その日はヒーローと
近くにいるっていうか近くのところで踊れるポジションが多くって、ラディオネームのイエーっていう部分があるんですけど、その部分も一緒に言えてすごい嬉しかったですし、近くでね歌えたりできるのもすごい嬉しかったし、なんか私前回出演した時は本当に全然余裕がなくて、初出演っていうこともあったんですけど、全然客席を見たりができなかったので、ちょっと今回は絶対に客席の皆さんとたくさん目を合わせたいなって思ってたので、ちょっと練習を頑張って挑んだんですけど、前回の2月に出演した時より皆さんの顔を見れたり、こうやってなんか手を触れたりができてすごい嬉しかったですし、何より一番楽しかったですすっごい楽しかった過去展そう、25日でも25日は研究生として最後の出演だったので、なんか研究生なんて表現すればいいんだろう、なんか研究生らしさじゃないですけど、なんかすごいがむしゃらにフレッシュにって出演できる最後の公演だったので、もう今までで一番なんか笑顔でフレッシュにジャンプするときは高くジャンプしてを意識して挑戦っていうか出演させていただいた公演だったので、それが少しでも伝わっていったら嬉しいなって思いますすごいでも楽しくて、公演自体がここ天の本曲全部大好きなので嬉しいです、嬉しかったです。そしてこれは世界水泳がありました。その後は27日かな、ちょっと待ってくださいね、27日、は世界水泳の競技会場でパフォーマンスさせていただけて、お昼は外にあるステージでステージをさせていただいて、夜は競技会場、もう本当に実際に水泳の大会が行われている会場でパフォーマンスさせていただいたんですけど、6期生っていうかこうやって水泳のイベントに出演させていただけるのがすごい嬉しかったです。なんかもともと水泳を習っていて、なんかそういう水泳の試合とか見るのが好きだったので、実際にそれが行われてる会場でなんか一緒には違うんですけど、同じ会場でパフォーマンスすることができてすごい幸せに思いましたし、実際にこうやって競技を見ることはできなかったんですけど、でも電子アップ選手の皆さんが実際に泳いでらっしゃる姿を拝見することができて、こんな貴重な経験ができることって本当にめったにないので、すごいありがたくてすごいね嬉しかったですね。スカイ水泳のお昼のライブ会場ライブでは、ウィングは3回をしたん、ハンちゃんセンターでね披露したんですけど、ウィングは3回は1回夏祭りのスペシャルライブっていうのが去年の7月末ぐらいにあったんですけど、その時ぶりのウィングは3回だったので、そうすごい瀬戸に入ってて、しかも
ハンちゃんセンターはめっちゃ似合うと思って嬉しかったですし、一番好きなところがファイブワイパーって叫ぶ部分なんですけど、前回の夏祭りのスペシャルライブの時もなんか音割れしてるんじゃないかなっていうレベルでファイブワイパーの声量がすごくって、でこの前の水野の時もファイブワイパーってマイクを通してなくてこうやって私はファイブワイパーって叫んだんですけど、それをなんかそのファイブワイパーもすごい大きくて、しかもファンの皆さんのファイブワイパーも聞こえてくるのですごい嬉しかったし楽しかったです。一番なんかやっぱりファンの皆さんと一体感が生まれるので、いやフェスとかイベントとかってなのでやっぱり大好きだなって思いました。なのでこうやってたくさん出演させていただけてすごい嬉しいです、うん、ありがたいです本当に。なのでこれからもたくさん出演できるように頑張ります。世界水泳がありまして、そしてリンカの生誕祭がありましたリンカの生誕祭がありましたね。 29? うん、誕生日の次の日だったから29日でどれから話そう。リンカは天使の尻尾をしてました。それが可愛くて、なんかずっとね天使の尻尾をしたいって言ってたんですよ。で私もその姿を見れるのをずっと楽しみにしてたのでついに見れて、しかもピンクの衣装着ててもうすごい可愛かったです。リンカ一番すごいノリノリだったんですよ。リンカそう可愛くて、しかもシンポジだったので確か生誕祭でシンポジって多分気が休まらないんじゃないかなって思ってたんですけど、でも多分そんな心配なんかいらないくらいリンカはもう完璧に仕上げてきててさすがだなって思いました。またリンカの尻尾が見たいです、ね、可愛かったし、しかも生誕のスピーチもリンカってすごいなんだろう堂々としててすごいかっこいいなってと思ってるんですけど、でもその裏にはその裏では私たちが知らない努力もたくさんあるしね、なんかその努力を公に出さずともその努力が伝わってくるので、リンカからは京都のフェスの時に私が体調崩してしまって参加できなくなってしまった時も覚える期間がもう本当に1日しかなかったと思うんですけど、でもその1日の間にたくさん瀬戸里の曲を全部覚えてて本当にすごいし、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、本当にこうやって活動でリンカはすごいなんか普段日頃数々の努力してるからああやってステージ上でも堂々とパフォーマンスできるんだろうなと思って、私もすごいリンカからたくさん刺激をもらっているのでね、本当にすごい。なんだっけ、葵さんの卒業コンサートの秋カンパンクの振り入れの時も体調崩しててはい行けなかったんですよ、フリーレに。でその時もリンカが代打で入ってくれて、そうでリンカすごい踊り方が丁寧でかつ分かりやすいっていうか、なんかなんか癖がないっていうか、いい意味で癖がないのですごい見やすくて本当にありがたかったです。多分その日も急遽私のところに入ってって言われたんだと思うんですけど、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです、リンカには。本当にね、本当にすごい
ピーチも堂々としてて素晴らしかった本当に。ね、今度一緒にココテン、初めて一緒にココテンに出れるので楽しみですね。そしてリンタの生誕祭があって、ちょっとここで前髪を整えさせてください。難しい。どうが正解なんだろう。ちょっと少々お待ちください。よし。よし。で、リンカの生誕祭があって、ニコ生の夏祭りがありました。あれ ?7 月そっか、もう1週間ちょっと前になるんですね。なんか、1週間ちょっと前。なんか私の記憶だと、体感は4日前ぐらいに、ニコ生した気持ちで夏祭りをした気持ちでいたんですけど、意外とちょっと前でした。7月30日にニコ生夏祭りがありました。去年もニコ生の夏祭りがあって、今年もありがたいことにまた参加させていただけたんですけど、6期生のパートで初めてヒーローが MC をしてた、初めてじゃない、でも夏祭りの MC を初めてしてて、すごい緊張しててどうしようみたいな、そわちなんかちょっとやばいってなったらめっちゃざわちの方を見るから助けてほしいみたいなことを事前に言われてたので、でも絶対 MC って17人も2メンバーがいたら大変だし、人数も多いし大変だと思うのに、しっかり MC をやりきってて本当にすごいなって思いました。本当にすごかった。そう、そしてラブネ早飲みはリンカが挑戦しました。可愛かった。でも本当に本番前にサイダーで早飲みの練習してたんですよ、リンカが。で、自分からやるって言ってくれて練習もしてて、すごい本当に偉いっていうか。偉いし、すごかったです、うん、そう、ラムネ早飲みがあって、あとはラッキーなのは誰だみたいな企画がありました。酸っぱいジュースがあって、その中に半分は酸っぱいジュースがあって、その酸っぱい方を引き当てた人がラッキーで、辛いシュークリームがあって辛い方を食べた方がラッキーっていうのがあって、でそのラッキーな人はミナちゃんだったんですけど、最後黒ひげ1対1で対戦した時にミナリンが黒ひげを引いちゃってラッキーな人になってて、でもなんかラッキーな称号なんか似合うなって思いました。なんかミナってなんかラッキーっていうか、なんかそういうイメージ難しい言葉が、なんかハッピーなオーラがたくさん出てるので、ミナーリンはすごい似合う称号だなって思いました。どちらかというとハッピーが似合うかそう、夏祭りがあって、うーん、7月の、信じられない7月の、というか今が8月なのも若干信じられないです。なんか日が経つの早すぎませんとっても早い、うん、とっても早い。そうだ、夏祭りの
ちょっとまた戻っちゃうんですけど、夏祭り配信の時はヒーローとななかちゃんと3人で松葉を歌いました。歌唱力の大会ぶりに松葉を歌いました。そう、あの松葉はななかちゃんが歌唱力の時はハモってたんですけど、その本番当日にいきなり歌おうってなって、なのに練習とかも多分なかったっていうか、なかったんですけど、それなのにもかかわらずななちゃんはしっかりハモってて、してヒーローも変わらず上手で、なんかすごい歌唱力の時を思い出して、立ち位置も歌唱力の時の立ち位置に立って歌ったんですけど、歌唱力を思い出して勝手になんか懐かしくてなんか嬉しくなりました。松はとても素敵な曲で歌えてよかったです。嬉しかったです。そしてこれでニコ生の話を終わりまして、8月に突入して8月3日に昇格して初めてのここになって天使をいる行為に出演させていただきました。そう、もうなんかこの日はシンポジだったんですけど、なかなかリハが続いてたりしたのもあって、本当にどうしようってなっちゃったんですけど、警報さんのサマステのリハの時に確かこの何日か前にそのサマステのリハがあったんですけど、どうしよう私できないかもと思っちゃって、あーってちょっと落ち込んじゃってたんですけど、警報の皆さんがそれに気づいて、なんかすごい温かい言葉かけてくださって、大丈夫だよって言ってくださって、なんかすごいなんか温かさにすごい心がなんかポカポカしました。なんかすごい私は完璧にしなきゃって思いがすごいあるっていうか強いので、思いがあって、なかなか納得自分ができるようになったことは、本当にこれこのままで大丈夫なのかなって不安になっちゃうので、特に8月3日のシンポジーはやばいってなっちゃって、そうなっちゃってたんですけど、もう本当にゲホーの皆さんが大丈夫だよって言ってくださって、あとグッチ、一緒に昇格したグッチが毎日 LINE メッセージを送ってくれて、大丈夫だよって言葉をかけてくれて、本番当日もすごい緊張してたんですけど、そうずっとそばにいてくれてすごい優しくて嬉しかったです。もう本当にグッチと一緒のチームになれたのもすごい嬉しくて、これから一緒に警報さんを盛り上げていけるように頑張りたいと思います。そして8月3日はあみこみツインをしました。そう、たくさん可愛いって言ってもらえて嬉しかったです。嬉しかった、見込みツイン。そうなので、次の公演がもうお盆はありがたいことに公演に出演させていただけるので、わお、12、13、14、15公演です。なのでどんな髪型をしようか、本当に皆さんのアドバイスを参考にして決めてるので、これしてほしいなって髪型があれば教えてください。そう、本当に11日はサマステがあって、12日はイクノシャンの生誕祭があって、
13日はココテンがあって、14日はパジャドラがあって、15日もココテンがあります。そして17日もパジャドラがあって、19日は生誕祭があります。なので本当にヘアアレンジのレパートリーを考えないと。何日あるっけ、 1,2,3,4,5,6,7 7 7月31 8月31 27、アットジャムもあるので、1,2,3,4,5,6,7 10個ぐらいあるかもしれないです。なのでぜひリクエストしてください髪型どうしよう熊さんヘアしてみたいです。似合うかな梅木さんの生誕祭でやってらっしゃって、とっても可愛かったです。くまさんヘアね、ちょっともうすぐ生野さんの生誕祭があるのが楽しみだな。しかもそうだ、身長が私抜かされた気がして、多分この前生野ちゃんは実質的に自分から身長を測ってて、よくこうやってメモリを測ってるんですけど、生野ちゃんの。そしたらこの前 161.7 とかで、私2ミリメートルぐらい生野ちゃんに抜かされてて、身長を。そう、中学1年生で 161.7 すごい伸びてると思って、なんか勝手になんか嬉しくなりました。そんなに伸びたのってびっくりしちゃった。サイドポニーですか、やってみたいです。見ようかなやっぱりポニーテールが人気ですね。ちょっと劇場公演でもやりたいと思います。羊ヘア、わあやってみたい。中見くさんの羊ヘア。そう、本当に。わお。わおって言っちゃった。そうだ、これは。そう、あのお盆13、14、15全部公園に入らせていただけるんですけど、あの8月14日はあの実は私の誕生日なのでそう追加で公園が入っちゃったので、あの当日生誕とかではないんですけど、そうなんです、初めて自分の誕生日の日に公園があります緊張しちゃうけど、でも全然あの本当に誕生日だからといって何か変わるわけじゃないのでちょっとでもちょっと髪の毛を可愛くしたいなって思いますそう楽しみ、本当にいっぱいある公演もいっぱいあって、ありがたいことにイベントもあって、もうすぐあれですよね、博多上会とかもきっとあると思うのでうわー頑張ろう頑張ろう、楽しみ楽しみです声当たりました、楽しみです。わー、やった、私も楽しみです。楽しみ。ワクワク。そして、今ここでの話が終わったので、ティフの話をしようかなと思います。ティフは、あの私が HKT48 に加入させていただく前から、ずっと
憧れていた舞台ってか憧れていたステージだったので、なんか本当にここがずっと見てきたステージだと思ってびっくりしました。なんか昔ずっと HKT48 を昔から出演させていただいていたので、なんかその光景とかもなんか動画とかで見たことがあったので、なんか今は自分がこうやって見ていただく側なんだと思うとすごい感慨深かったです。とっても、ね、不思議な気持ちになりました。ステージもとっても広くて、なんかすっごいたくさんたくさんの方が見に来てらっしゃって、コールもすっごい大きくって、盛り上がりもすごくって楽しかったです。楽しかったし、何より初めてイカノちゃんとユイナが一緒にステージフェスに出演したんですけど、1曲目の早送りカレンダーからイカノちゃんがロンダーとバクテンを決めたんですよ。本当にすごい、本当にすごくて、その手振り出るのが決まった時からイカノちゃんずっと不安だって言って泣いちゃってたんですけど、そう、もう私できないかもってずっと言ってたんですけど、でもそんなのを感じさせないくらい、なんか信じられないくらい上手なロンダートバク転してて、もう感動して泣きそうになりました。しかもそのロンダートバク転が決めた後、イカノちゃんが泣いちゃってて、もうそれ見て私もなんか頑張ったねと思って勝手に泣きそうになりました。かっこよかったですね。本当に練習も頑張ってたのを見てたので、もう嬉しくなりました。怖いって言ってて、本番の前もずっとどうしよう怖いよって言ってて、そういえばもう緊張でやばいやばいってなっちゃったらウィンクしてねって言ってたんですよ、イカノちゃんに。そしたらイカノちゃんが何回もウィンクしちゃうかもって言ってたんですけど、本番は目があってもう一回もウィンクしてこなくて、でそれをそのティフが終わった後にザワちゃん気づいたみたいな言ってきてくれて、え、何何って言ったら、なんか一回もザワちゃんにウィンクしなかったんだよって言って、それはなんでかっていうと、すごいステージが楽しくてもう緊張なんてなんかもう忘れちゃってたからウィンクしなかったんだって言って言いに来てくれて、えと思って、かわいいと思って、もうすごい頑張っててあんなに不安だったのにあんなに不安がってたのに、そうやってステージ終わりは満面の笑みを見せてくれて嬉しかったです。可愛かった、頑張ったねってなりました。そう、帰りの飛行機イコノちゃんも一回も寝てなくて、私の前の席だったんですけどチラチラこっちを見てきてました。覗き込んでました、イコノちゃんが。そう、そしてユイナは最高かよの最高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 かよって叫ぶ大きな声で言う部分を任されてて、リハーサルの時は緊張しちゃってたのか、多分緊張しちゃってたんだと思うんですけど、そう、リハの時の何百倍何千倍ぐらいの大きな声で最高かよって言ってて、もう感動しました。とっても頑張ってて本当に偉い。もう本当に 偉くて可愛かったですね。本番前に楽屋でリハーサル、軽くリハーサルをした時にユイナいけるみたいなのを先輩方が言ってらっしゃって、その時にユイナが今まで聞いたことないくらいの声量で
いけますって言ってたんですよ。それを聞いてなんかすごいゆいの本当に強くなったなというか、強くてかっこいいなって思いました。そしてしっかり本番でもしっかり最高かよって言っててかっこよかったし、自己紹介の石松ゆいのですっていうのも言えてたし、ね、移動のバスの時ずっと自己紹介練習してたんですよ。何言えばいいかなってずっと言ってて、そう頑張ってて本当に本番に強いなと思いました。二人とも、でもきっとそう思わせてくれるぐらい努力してしたんだなと思うとね、勝手にうるうるしちゃいます。本当に偉い、頑張った、偉すぎる。うん、してそれが1曲目2曲目でありまして、3曲目は君はもっとできるでした。これは奈々ちゃんがセンターで、このリハーサルの時からこの君はもっとできるの台出しがすっごい上手だったので、すごい上手だったよって伝えたら、なんか本番ちょっとリフのステージ大丈夫かなって不安がってたんですけど、もう本当にもうこれもやっぱりさっきの2人と同じなんですけど、それを感じさせないくらい上手で、本当にめっちゃ歌声綺麗だし一人で勝手に感激してました。君でき、して4曲目はクラクションの I love you でした。小田さんセンターのクラクションをしました。クラクションは一度フェスでやらせていただいたことがあって、あとはこの前のコンサートでやらせていただいたことがあったんですけど、でもこの曲すごいなんて言うんだろう、振りが結構かっこいい感じの振りなので、私結構なんか変なとこでふわふわしちゃう癖があるので、ちょっとその癖をなくせるように頑張って練習しました。そう、でもなんか小田さんとモカさんだったりヒロノさんだったりと一緒に出演できるフェス、夏フェスって最後になるかもしれないかったので、もうこの3人をずっと見ておこうと思ってずっと見てました。なのでクラクションの時はずっと小田さん見てて、君はもっとできるの時はひるなさんとありがたいことに新名だったので、こうやってここでやらずにいつやるつもりだ何をのところはこうやってひるなさんをこうやってチラチラ見てました見てまして、そして5曲目はメロンジュースでした。でメロンジュースもこうやってタオルを振る演出があってそう、足を運んでくださってた皆さんも一緒になってタオルを振ってくださったりしてたのが見えたので、すごい嬉しかったし楽しかったです。光景が見れてね、嬉しかったですね。で6曲目は12秒でした。12秒は私にとっては初めてだったんですけど、ファンの皆さんがイントロでマイクを向けて歌っていただくっていうのがあって、そのいつものジャ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 ンよから始まるんじゃなくてピアノの音から始まるタイプの12秒が初めてだったので、そうなんかすごいいい素敵な経験ができました。なんか夏フェスの勝手に醍醐味って感じがして、ファンの方と一体になってこうやって歌うっていうのがなんかすごい素敵だなって思ってたので、ついに、ね、演出をすることができてね、
でもなんかすごい、しかもちゃんと歌ってくださってて、すごいありがたかったですし、嬉しかったです。12秒よよよよよよ、はい、そして12秒が終わって B さんはなぜ亡くなるのかでした。 B さんは本当に夏曲もザ夏って感じの曲だったのでね、すごいこうやって夏フェスで披露することができてすごい嬉しいですしね、水しぶき上げながら楽しかったです。どうしよう言葉が。でも本当に言葉では言い表せないくらいどの曲も楽しくて最高でした。そして B さんの後は大人列車フルでした。フルでした、そうなんです。大人列車がフルであって、初めてフルでパフォーマンスしたんですけど、私大人列車の1番の歌詞もすっごく大好きなんですけど、2番の歌詞もすっごく大好きだったので、これを披露できる日が来てすっごい嬉しかったですし、なんか、なんか勝手に自分の中の今までの想像でなんか HKT48 と TIFF って言ったら勝手に大人列車を連想してしまうくらい、なんかすごい TIFF の場では大人列車をなんかやるっていうか、やるって決まったことがすごい嬉しくて、しかもフルっていうのがね、なんか新鮮で、しかも大好きな歌詞だったのでね、すごい嬉しかったです、本当に。ね、ベルが鳴った瞬間、わあ、でも本当に、しかもラストの曲が大人列車っていうのもすごいなんか勝手に感動してました。本当に最初のクラップ、こうやってイントロの部分で、イントロの部分とアウトロの部分でクラップするとこがあるんですけど、そのそれが皆さんと一緒にクラップできたのが嬉しくて、でその皆さんがクラップしてらっしゃるなんか表情とかもすっごいなんかすっごい笑顔で、それも嬉しかったです。いやー、そう、早送りカレンダーもフルだったんですよ。それも嬉しかったです。いやー、紫外線じわりじわりと、なんだかそう、あの今日朝起きたらののちゃんからなんかすごい TIFF のことに関してすごいすっごい褒めてくれてるメッセージが届いて嬉しかったんですけど、その、褒めてくれてたのが、あの早送りカレンダーの2番の時のなんか2番の時のざわちがすっごい良かったって言ってくれて、スクショも送ってくれて、そう、嬉しかったです。紫外線じわりじわりとなんだか強くなって、袖をまくぶた分だけなんか焼けるよ。ね、そうなんです、TIFFの話でした。ちょっと前髪整えさせてください。ベルが鳴った瞬間、君は、約束、なんか改めて歌詞を見るとすごい素敵な歌だなって思います。文字だけで素敵な曲。大人列車、君は一人乗り込み、知らぬ世界へ、僕はいつものように夢を見て願うよ、誰もいないこの場所をいつか旅立つ日が来ると、今しかできないこと、
もどかしいだけの青春素敵な歌ということで、ティフの感想を話しました。ということで、多分今日までの出演させていただいた劇場公演とサマステじゃないティフだったり、フェスだったり夏祭りでだったりで起こったお話と感想を話しました。本当に思い返してみたら、なんかこの前回配信した時が7月18日だったんですけど、その日から今日まで本当にたくさん出演させていただけて、本当にありがたい気持ちになりました。でも一回一回のステージがもう最高のものになるように、これからも精一杯頑張るので、頑張りますして、もっとこれからもいろんなフェスだったり、こう劇場公演だったりイベントだったりに選んでいただけるように精一杯頑張ります。よろしくお願いしますね。というか多分ここからがまた次の配信の時もたくさんお話ししちゃうと思うんですけど、次のあさってからが多分真骨頂頑張り時だと思うので、精一杯頑張ります。そして初めての生誕祭もとっても緊張するんですけど頑張ります。レイヤも覚えてくれてありがとうございます。楽しみです。あー楽しみだけど緊張しますまだちょっと先なんですけど、ちょっと精一杯頑張ります。ちょっと実はさっきお腹鳴っちゃったんですけど、ちょっと聞いてなかったふりしてください、お願いしますじゃあということで、たくさんお話ししてしまったんですけど今日はこのぐらいに、このぐらいで今日はここからこのそろそろ終わろうかなと思いますよし、じゃあありがとうございました。皆さん嬉しい、皆さんのコメントがあるので私はすごいお話を続けられましたありがとうございます、ありがたい。ということで、じゃあランキングを読んでいきます13位鉄五郎三世さん、ありがとうございます。12位おさむさん、ありがとうございます。11位しのぶさん、ありがとうございます。10位たっくんさん、ありがとうございます。9位いけみさん、ありがとうございます。8位ゆきなりさん、ありがとうございます。よいしょ。7位 MJ じゅんやさん、ありがとうございます。6位福岡のりょんぴさん、ありがとうございます。5位ゆうすきさん、ありがとうございます。4位むらきちさん、ありがとうございます。3位つかささん、ありがとうございます。2位のぶりんさん、ありがとうございます。1位はゆずぴさん、ありがとうございます。ハートということで、すごい長くお話ししてしまったんですけど、配信を見てくださって聞いてくださってありがとうございました楽しかったです。楽しかったし、ちょっとこれからもっともっと頑張りたいなと思います。まずはサマステなので、あさってサマステなので精一杯頑張ります。ありがとうございました。皆さんいっぱい寝てくださいね。じゃあ今日は終わりますおやすみなさい。ありがとうございました。また会いましょう。